吸血、クリステイナ、アイコは、マスター吸血鬼ですの巻。日野高校は、日本全国の、よりすぐりの超能力者を、教育する特殊クラスを、保有する。特S クラスでは、超能力者、忍者、魔人を、天使、写真の先生が、教育している。そんな日野高校の、17歳の、普通科の桜子に二人の親友がいた。一人は、魔剣士忍者の蘭子で、もう一人は、吸血、クリステイナ、アイコである。アイコは、ドイツ人と日本人の混血であり、吸血鬼である。喉が渇くと、アイコは、人間を呼び出し、血をすする。アイちゃん、私の血は、まずいから、吸わないでね。サクラッチの血は、美味しかったわよ、謙遜しないで。いつの間に、それじゃあ、私も吸血鬼になるの？安心して、あなたは吸血鬼には、ならないわ。そもそも、吸血鬼神話の半分が、嘘なのよ。キャー。確かに、昔の愚かな吸血鬼は、血を吸ったものを、すべて吸血鬼にしていたわ。キャー。キャー。だけど、その山奥の村では、住民のすべてが、吸血鬼になったの。キャー。そしてその村では、人間がいなくなり、やがて、吸血鬼同士が血をすすり合い、吸血鬼もろとも、村は滅んだわ。キャー。だから、今の日本では、吸血鬼は、10万人に1人で、配偶者しか、吸血鬼にすることが、許可されないのよ。この地域の吸血鬼は、私の家族3人だけ、あなた以外の人の血を、たくさん吸えるから、大丈夫よ。よかった、アイちゃん、私の血を、もう、吸わないでね。ふふふ、桜子、あなたの血は、美味しいから、誕生日まで、取っておいてあるのよ。しかし、その後、目で優作した、桜子の血を、アイコは、吸えず、歯ぎしりをしたとさ。めでたし、めでたし。どうかしら？面白かったかしら？それじゃあまたね、バイバイ。